はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回は約4ヶ月ぶりに、ブラックオプス3マルチプレイ動画やっていきたいと思います。この BO3 を動画にしていないこの4ヶ月の間、何をしていたのかというと、まあレインボーばっかりやってたんだけど、まあ BO3 も動画外でそれなりにプレイしてて、現在5周目で、まあもう口では説明できないぐらいのもう程度のアップデートとかもいろいろ来てるので、まあその辺は説明割愛として、10人目の傭兵が、まあ、ある一定の条件付きで追加されて、まあ、このブラックジャック、今回はこれをね使っていきたいと思います。ギャンブラーの方で、ああ俺に任せな。で、まあ、DLC ももう第1弾第2弾第3弾と配信されてて、まあ、その DLC も1本も動画にしていないわけだけど、早速チームデスマッチと行きたいとこだけど、その前にちょっと開封をちょっと行おうかなと。また来たのか。何が欲しい？インフィニットオフェアを予約したので、今コールオブデューティポイントが1000ポイントと名声が30以上、まあ、これで合計6回引けるので、ちょっと開封の儀と行こうか。今狙ってる武器がマーシャルかクロスボウといったところで、まあ、バンシーという武器が最近追加されたんだけど、バンシーは拾って使ってみたりもしたけど、そんなにお目当てではないというか、バンシーを当ててしまうとどうも動画に悪評がたくさん来るというなんかあれがあるらしいので、バンシーじゃなくて今のところマーシャルかクロスボウが欲しいてなわけで、6回引いていこう。6回そんなに多くはないけど、何かしら出てくれるでしょう。まず暗号キーで、こいつは恵まれる気がする。ほう、あ、武器、あ、しかも20ボーナス、ついてるな。1回目にしてはいいんじゃないの。欲しいのはでも近接じゃなくて武器なんだが、さあ来い。どうなると思う？どうなっても知ったことはねえ。ああ、そうじゃないんだよな。持っていけ、さっさと撃せろ。うす、うん、まだまだまだ来い。縁起でも稼いでんのか。まあ好きにしろ。いやー、エピックがあるんだが、武器が欲しいんだ。武器仕入れるべきかな。来い来い来い。当ててみろ。ああ、最高だ。あと3回か、うん、さて来てくれ来てくれ。ああ、ファック、これが一番あかん。ノーマルレアだけど、ボーナス30、あと3回か。お前がどれだけ満足するのか俺も楽しみ。うん、ああ、武器が来ない。こういったもんはそうそう手に入らない。あと2回今日は来い。も稼いでのか。1回も来たことないんだよ、武器の。これレアノーマルノーマルが来た時のこのがっかり感は凄まじい。なんか重複してる。ちょっと重複溶かして、あと1回か。来い。よし、キーの解読は終わった。やるぞ。はあ、いやー、当たらんもんだな、全く。全然当たんなかった。ほんとね、マーシャルとかクロスボウはもう3回ぐらい当たってて、溶かしてるよっていう人も身近にいて、なんだかね、もう、こうアイテムの交換とかできたらいいのにな。マップフリンジ。最近ハマって、持ってる武器はレーザーバックに、ストックなんか手に入れてる。まあ、こんな感じでラピッドファイアがついてたりでやっていきましょう。チームデスマッチ、さあやっていこう。あれ、説明を忘れていた。このギャンブラー、ブラックジャックのギャンブラーという能力はランダムで、これまで出てるスペシャリストのアビリティをもう右下のゲージどんどん素早く溜まって使えるという能力です。で、1回だけ再抽選が可能なんだっけな。待て、引く。おっと危ない。ちょっと引いて、ここはよく、おっと、
ッケー、リロードして。ほんとね、レーザーバックが最近お気に入り。これはなかなか強くて、ただラピッドファイヤーつけないとそんな威力高くないので、ラピッドファイヤーをちゃんとつけよう。おお、危ない。さあ何が来た。リジャックか。リジャックか。リジャックあまり使ったことないんだよな。あ、敵いちゃった。こっちから行こう。屋内ではリジャック使ったらちょっと不利だから。エイムがひどい。ちょっと引こう。敵がやってきそうな気がするんだが。おっ、やーっと、リジャックして、ダメだ。リジャック難しいわ、ちょっと。昔のリジャックはもっと強かったと思うけど、あー、同じ人にやられる。これに、なんだっけな。素早く、この右下のゲージが溜まるパークをつければ、もう、一試合にもう何回でも、何回でもとかまあ、かなりの頻度で、スペシャリストのアビリティが使えると。まあ、ただこのブラックジャックは、契約を成功させて入手できるスペシャリストなんで、おまけに、プレイ時間、1時間以内でしか使えないと。まあ、だから、1時間過ぎちゃったらまた契約でゲットするしかないという、まあ、ちょっと変わった傭兵。で、こっちから敵が来てない？いない。向こう行こうか。ゲイ。さあ何が来た？これは何だこれ？ビジョンパルスか。映ってないな。普段使うことないアビリティもこれでとバンバン使うことになるから。ビジョンパルスとか使ったことないしな。どう？現在のキルストじゃない、ポイントストリークは、あ、リッパーか、これ。アップねー。パンチ。リロードして、これリスポーンこっちになってないか、これ。あー、これ、ヒートウェーブだった。待て。あれ、わー、透明になってる。こっちから来るか、いた。スナイパーねえ、何のアビリティを手に入れたかがちょっと表示されるのが遅いんで、そこがちょっと分かりにくいというか、もうちょっと早く表示してほしいな。いない。ん、こっちにいる。おっと、引っかかってる。しらゲイ。うん、後ろにもいる。いた。ゲイ。キネティックアーマー。キネティックアーマー。あ、キネティックアーマーってこんなに強かったっけ。こっちに敵がいる。ゲイ。UAV 呼んで。ゲイ。この辺一体は制圧と思ったらもう一人いる。ゲイ。ゲイ。あ、弾がない。ください。くだだけに。止め。ゲイ。ゲイ。あともう少しで。VMP 拾って。ゲイ。まだ来るか。くそ。ゲイ。ゲイ、ラプス発動。リジャック。
あー、いっぱい。じゃあ、手集中しすぎるとね、もうね、声が出ないんです。あ、久々にラプス呼べた。ケアパケ呼んで。ダートか。ダート苦手なんだよな。で、ラプスが強い。さてと、ダートで敵を。あ、やられた。で、ラプスが早すぎて。敵狙えるか、ダートで。こっちにいる。相変わらずラプスは強い。こっちにいる？ちょっと危ない危ない。敵がいねえ。敵がいない。いた！オッケー。で、まだラプスが生きてる。あ、倒せなかった。あ、ラプスにラスキルを取られた。ラプスにラスキルを取られた。まあブラックジャックはこんな感じで、まあ、内容がすぐにわからないのがちょっと辛いけど、いざという時にいろんなスペシャリストを素早くゴミどもとは違うようだな。使えるとこのツルインでした。というわけで次回はもう一つの能力、一回も使ったことないんだけど、ブラックジャックのギャンブラーじゃない方の能力を使っていこう。今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。